皆さん、こんにちは。日本の女子バレーボール選手で、2021年の東京オリンピックにも出場し、次世代のエースとして期待されている黒子愛さん。180cm の身長から繰り出す強烈なスパイクでチームを勝利に導いてきました。高校は全国優勝の経験もあり、全国屈指のバレーボール名門校である下北沢重則高校へ進学し、インターハイや春高バレーで全国制覇を成し遂げています。2017年1月に東レアローズに入団し、2021年の東京オリンピックでは監督である中田久美さんから全日本代表のエースとして指名され、重圧の中懸命に戦いましたが、予選敗退となり悔しい結果となりました。大会終了後は体調不良で長期休養に入ったことも話題になりました。そんな黒子愛さんの生い立ちやバレーボール人生、私生活について紹介します。1998年6月14日、栃木県宇都宮市に二人姉妹の次女として誕生しました。両親ともにバレーボール経験者で、父親の陽さんは筑波大学でインカレ優勝に貢献するほどの選手で、現在は宇都宮大学バレー部の監督であり、宇都宮大学バレー部を一部昇格に導いた名将として名が知られています。母親の優子さんも筑波大学のバレー部で、両親ともに本格的なバレーボールプレーヤーでした。また5歳年上で姉の綾乃さんもバレーボールをやっており、高校は國學院栃木高校でキャプテンとして春高バレーに出場していました。バレーボール一家のサラブレッドとして生まれた黒子さんは、家族の影響で小学校3年生の時には自然とバレーボールを始めていました。中学校の時には栃木県選抜に選出され、 JOC カップに出場し優秀選手賞を受賞しました。2014年には全国優勝の経験もあり、全国屈指のバレーボール名門校である東京都の下北沢重則高校へ進学し、同年6月には日本バレーボール協会が立ち上げたプロジェクトコアのメンバー8名に選出され、東京オリンピックにふさわしい選手になっていきたいと意気込みを語っていました。また2015年の1年生の時には全日本ユース代表に選出され、同年8月に開催された第14回世界ユース選手権に出場し、ベストサーバー賞を受賞しました。また春高バレーではベスト8、翌2016年2年生の時には同大会優勝に貢献し、個人としては MVP を獲得しました。続く5月に開催された第65回クロワ式大会では、 V リーグ一部のデンソーエアリービーズにフルセットで勝利し、新人賞を受賞しました。また夏のインターハイでも優勝の原動力となり、優秀選手賞およびベスト6賞を受賞しました。2017年の3年生の時には春高バレーで優勝し、2連覇の偉業を達成しました。また個人としても MVP を獲得しました。2017年1月には東レアローズへの入団内定が決まり、続く3月には全日本代表の登録メンバーに選ばれました。一方ジュニア代表としては第19回世界ジュニア選手権大会に全試合スタメンとして出場し、エースとしてチームを牽引し銅メダル獲得に貢献しました。 V リーグデビューは2017年10月22日のトヨタ車体クインシーズ戦で果たし、その後もスタメン出場を続け、攻守ともにチームに貢献し最優秀新人賞に輝きました。翌2018年にはネーションズリーグで全日本代表としてデビューを果たし、対戦で29得点と大活躍し注目を浴びました。一方リーグ戦では東レ内の日本人最多得点である551点を挙げてチームを準優勝に導きました。2019年は9月のワールドカップで右足首を負傷しましたが、11月に復帰しました。なおこのシーズンはチームの方針もあり、ポジションを本来のレフトからライトのオポジットとしてプレーしました。2020年には東京オリンピックの延期が発表される中、東レアローズのキャプテンに就任し、この1年で課題をクリアしパワーアップしたいと語っていました。
2020から2021年シーズンはリーグ戦のレギュラーラウンドを21戦全勝で終え、ファイナルでは惜しくも JT マーベラスに敗れ準優勝になったものの、キャプテンとしてチームを牽引しました。2021年6月に発表された東京オリンピックの最終メンバーの12人に選出され、オリンピックに初出場します。監督である中田久美さんからチームのエースとして指名されていましたが、25年ぶりの予選敗退となり悔しい結果となりました。その後は体調不良により長期休養に入ったことが東レアローズから発表され、2021から2022シーズンは一切の出場がありませんでした。なおチームのキャプテンは副キャプテンの白井美咲さんに引き継がれ、2022年の全日本代表のメンバーからも外れました。長期休養後の動向は不明でしたが、2022年6月11日に自身のインスタグラムで復帰し、チームに合流していることを発表しました。長期休養については様々な憶測が飛び交っており、東京オリンピックでメダル獲得を期待される重圧の中、ストレスによりうつ病になったのではないか、妊娠・結婚をしたのではないのかなどの噂が広がっていました。休養理由を体調を崩したためとしか明かされていないことから、精神的な体調を崩したと言われています。調査をしてみると、やはり東京オリンピックの予選敗退の影響で体調を崩したことが濃厚と考えられます。実際に全日本代表のエースとして重圧を感じながらも、オリンピック前の前哨戦や国際大会などでは思うような結果が出ず、世間からのバッシングや心ない言葉やコメントがありました。責任感の人一倍強い黒子さんは、それらの批判批評が耳に入り気に病んだのかもしれません。また全日本代表の活動の中、精神的支柱で黒子さんを懸命に支えた中田久美さんが東京オリンピック後に辞任を発表しました。このことでさらに黒子さんが気に病んだと憶測されています。通常の外傷である怪我などであれば、故障箇所やその理由、復帰時期の目途も公開されるはずですが、そのようなことは一切ありませんでした。2022年6月には復帰してチームに合流しましたが、黒子さんの実力であれば今後も全日本代表に招集され、また重圧と戦う日が来る可能性は高いです。一度精神を病んでしまうとなかなか完治することは難しいです。今後は自分の精神状態も十分に考慮しながら、再び全日本のエースとして活躍できることを祈っています。いかがでしたか？黒子さんは中学校時代から栃木県選抜に選出され、 JOC カップでは優秀選手賞を獲得し、高校は全国屈指の名門校である東京都の下北沢重則高校に進学し、春高バレーやインターハイで優勝に貢献してきました。鳴り物入りで東レアローズに入団し、チームのキャプテンとして貢献する傍ら、全日本代表のエースとしても全日本代表チームを牽引しました。東京オリンピックではメダル獲得のために懸命な努力を重ねましたが、結果は25年ぶりの予選敗退と屈辱的な結果で終えてしまいます。東京オリンピック直後は体調不良を理由に長期休養に入ったことも話題になりました。これは主にメダル獲得への重圧や世間のバッシングなどが原因と推測されます。2022年6月には復帰しチームに合流していますが、黒子さんであれば今後も再び全日本代表に招集されるでしょう。その時は精神状態を十分考慮しながら活躍できる日が来ることを期待したいです。今後の黒子さんの活躍に大注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。